ちょっと名指しをすると、レンディさん沈黙が怖くないっていうのは最初の方に言ったんですけど、話はたくさんしたいんですよ。でレンディさんのマシンガントークというか、常に 100% の火がついてる状態で話し続けられるところはすごく真似したい、尊敬できるところですね。じゃあ次の質問いくか。ノラプロの中で一番立ち絵と声のギャップがあると思う方は誰ですか？運動してない？だそうですよ。違和感ないだろ。今日ずっと息多めでいくわ。違う。そうですね。カマイルさんは違う。あの間違えました。なんで すみません。むしろなんだろう、あのうちのリスナーが巻き込んでごめんな。やっぱりこう事務所に入るときに、うん、今 YouTube のショートとかも上がっているので、先輩方の切り抜きっていうのを見させていただいたり、配信のアーカイブとか見させていただいた中で、やっぱり一番あの印象に残ったのはカマイルさんだったかなと思います、ね。なるほど。今後動画を上げるときは気をつけるよ。思ったより楽しかった。